皆さん、タイ料理といったら何ですか？そう、カオマンゲン。その中でもめちゃくちゃ有名な2店舗があります。一つがピンクのカオマンガイ、ランガイとプラトゥーナムです。まずはそちらに行ってみましょう。こちらです。こちらがカオマンガイ50バーツです。めちゃくちゃうまそう。ご飯もめちゃくちゃ味が染みてます。さあ食べてみましょう。いざ実食いただきます。うますぎる。やばい。ついでにこのタレをいただきたいと思います。マジでレベチです。結構この青唐辛子がいっぱい入ってるんで、タレ自体は結構辛めです。辛いのが苦手な人はあまりかけない方がいいかもしれないですけど、甘辛さがめちゃくちゃうまいです。でご飯もあのニンニクの味とこの鶏の出汁が入っていてめちゃくちゃうまい。食べ進めていきます。はい、ということでピンクのカオマンガイ食べてきたんですけども、めちゃくちゃ最高。うまなぶ星5です。そしてもう一つ紹介したいお店、こちらが緑のカオマンガイクワムヘンというお店ですね。では行ってみましょう。続きましてこちらが緑のカオマンガイのカオマンガイです。見た目のもう少し違いますよね。ご飯がさっきはね茶碗でやっていて結構丸まっていたんですけど、こっちパラパラしている感じなので、どんな味の違いがあるか食べてみたいと思います。うわっ、こっちの方が肉固めですね。はい、うんうんうん、こっちのお肉の方がかなり弾力がある感じですね。次ライス。うんうんうん、ライスの味結構似てるんですけど、こっちの方が少し薄めな気がします。甘い。こちらは青唐辛子と赤唐辛子のミックスですね。少し唐辛子の量少ない気がします。これもうまいっすね。
人の顔まんがいのタレは結構甘みが強くて、ニンニクと生姜が結構バランスがいい感じです。うまい、食べ進めていきます。バイバーイ。はい、ということで緑のカオマンガイも食べてきましたが、めちゃくちゃ美味しいです。これね、比べるの難しいんですけど、辛いのが好きでパンチが好きな人はピンクのカオマンガイ、優しい味でバランスのいいのが好きな人は緑のカオマンガイ、非常にどちらも美味しい。うまラブ星5です。僕はね、どっちかっていうとピンクのカオマンガイの方が好きでした。ぜひですね、食べ比べに来てください。お店自体もね、50メートルくらいしか離れてないので食べ比べできると思います。どちらも50バーツで量もそんなに多くないので1回で食べきれると思います。ぜひ来てみてください。はい、ではこの動画が楽しかったと思う人、食べてみたいと思った人はいいねボタン登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。